皆様インターネットにアップしたその13項目の反対請願書の項目なんですけど、それが意外と日本のもうマスメディアは全く報道してませんので、本質が何なのかさっぱりわからない状態っていうのは皆さんかなり動画なんか見てもなかなか判断できないと思うんです。そこでですね、簡単に外国人参政権と1000万移民推進の問題を2つ合わせてそのちょっとお話ししますとですね、外国人参政権がもし日本で法案として成立しましたら、地方参政権だけなんていうことを言ってますけど、実際もう中国人は日本に帰化しているのが10万人以上いるんです。で、実際中国人が今長期っていうのが80万、不法滞在者を入れると約100万人と言われてるんですね。で、そういう人たちにその外国人参政権をもし与えたとしたら、今回の浮動票というのが約800万票だったんですけど、それが右と左に移り変わると優勢選挙、その全く真逆の今回の民主党が政権を取ったような、そういう選挙状態が今後800万の票でいくらでも日本の政治っていうのは根本的に変わるっていう可能性があるんですね。それで実際その民主党は1000万人の移民を推進するというようなことをやってますので、それがもしそのまま1000万日本に移民がもし入ったとして、地方参政権とか言ってますけど、ここで行われた昨年4月に行われた民団が主催したそのシンポジウムに私もちょっとその取材で入って聞いてたんですけど、今農水大臣になられた赤松さんがですね、皆さんまあここは我慢してその地方参政権だけにね、それに特化していきましょうと、皆さんの気持ちはよく分かってます、ね、最終的には国政選挙を望まれてるっていうのはよく分かってますけど、まあここは地方参政権って盛んにその会場に向かってそういうことをおっしゃってましたんで、最終的には国政選挙まで行くということをはっきり赤松さん断言してましたんで、昨年じゃなくてその福田さんが総理大臣の時ですね、福田さんが今総理大臣の時、今がチャンス、今しかないと、ところがその今がチャンス、今しかないっていう状況じゃなくて、もうチャンスどころじゃなくて、もう簡単に通るような今政治状況になってますのでね、外国人参政権で、公明党がその10月の今月の末にもう冒頭で外国人参政権出すって言ってますんで、大変なことになります。多分中川翔一先生は国会議員の中で一番その辺の危険、国家間のその根本のところの危険、その危険勢力の動きっていうのを一番心配してた国会議員でもあられたと思うんですね。それで今回その発起人になれた19人の議員さんが、前議員さんがいるんですけど、その方たちのほとんどが中川翔一先生が作られた新保守政策研究会のメンバーなんです。だからそういう発起人になられてる方が中川翔一さんが会長の会のメンバーだったということもありますので、追悼の会っていう形に自然にはなると思いますが、それ以上に我々はその意思を継ぎましてですね、何が危険なのか、それを国民に伝えなきゃならないと思うんです。外国人参政権をもし与えましたらですね、与那国島は1600人の人口ですけど、実際有権者は1200人ぐらいです。そこに中国解放軍は国内、中国国内でホテルだとかレストランとか、日本じゃ考えられない、自衛隊がホテルだとかレストランとかやってたらちょっと信じられないでしょうけど、中国では日本で信じられないことが常識的には何でも起きてる国ですんで、そういう解放軍系とかそういう国家機関の出先になってるのが与那国島に、例えば600人ぐらいの宿泊ホテル、それで従業員も600人ぐらい中国人がそこに移住すると。で、まあ、地方参政権、外国人でもそれは持ってますよね。それでじゃあ非参政権を与えないから大丈夫だというような反論が結構あるんですね、左翼の方から。ところがですね、10万人以上その帰化している中には、日本にはスパイ防止法も何もないですから、要するに今でも政府とかなりこうつながってる、そういう関係の人たちもたくさんいらっしゃると思うんですよね。その他にですね、日本人と中国人の違いは、外国行っても中国人の民族性アイデンティティ絶対失うことないというか、すぐチャイナタウンを作ったり、ヨーロッパイタリアでも各地でいろんなもう問題が起きてますよね。そういうのは日本人というのはそんな暴動だとか海外で起こしたっていうのはそんなことはあまりないんで、そういうことを考えればですね、その与那国島なんか国境の島ですね、台湾と尖閣なんかの近い、
そこがですね、1200人のところに600人の住民がいて、600人の住人の移民、日本に住んでいる中国人の医師によって地方選挙が行われて、その中国本土の指令で帰化してる日本国籍持ってる中国人が与那国島行って20人ぐらい行って、村長から地方議員かなんかに立候補したら、その地方自治体は中国の傘下に入ってしまいます。で、順番に南の国から湖東とかそういう小さいところの自治体、あとは山間地のそういう閑散とした今地方自治体なんかたくさんありますけど、中国はあと20年30年で水がなくなんですね。で、水を狙ってもう日本のその山林だとか中国人が買ってるというようなニュースっていうのはもう我々は把握してるんですけど、一般にはほとんど報道されてないんで分かんないと思いますけど、水をね、確保するためにそういうその人里離れたその山間地のその自治体なんかを掌握するためにね、そういう住民を移動させて、それで市長、自治体、議員、そういうものも中国のコントロール下に置く。そうなると完全に地方議会の選挙権、非選挙権にしてもですね、完全に地方自治体の問題じゃなくて国家の安全保障に直結する問題なんですね。それでそれにましてや移民が1000万人の移民が認められて、どん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 その移民が入ってきたら、1000万のうち800万人は多分中国人になると思うんですよ。そうなった時、その800万人の票がですね、右に左に中国政府の中央のコントロール下に置かれた瞬間のことを皆さん考えてみてください。とんでもない、もう日本その瞬間終わりです。人口の1割とかそういう問題じゃないんです。この中央の政治がコントロールされたら、もう日本は完全に終わりなんです。そういうことなんです。その辺まで考えて、じっくりちょっと考えてみてください。